緊急事態宣言の発出以降、東京や大阪における人流は大幅に減少しており、対策の効果が出始めていると考えられます。一方、新規感染者数は大都市部を中心に高い水準にあり、大阪、兵庫などでは病床の逼迫が続いています。本日、緊急事態宣言の対象地域に、こうした状況を踏まえ、本日、緊急事態宣言の対象地域に愛知県、福岡県を追加するとともに、5月31日まで延長すること、またまん延防止等重点措置の対象地域に北海道、岐阜県、三重県を追加し、5月31日までに延長すること、宮城県については5月11日に終了することを決定をいたしました。出勤者の7割減を目指します。大規模施設